ティーチャークーボいやー今日ね、三講義作りましたね。<laughs> いやー今日ちょっともう,もう疲れ、パワー使いってもうもう、もう、もう、やった感じ。もう仕事終わり。<laughs> めちゃめちゃ疲れた。3時間ぐらい。3時間連ジャンで撮りましたね。いやまあ、とは言っても、3時間労働なんですけどね。<laughs> この3時間の 今回使った労働が一緒。まあ今回ね、新商品も作ったんですけど、まあずっとこの3時間の労働が一緒使い続けるっていうね。今回の商品はずっと売れる商品なんで、まあ5年後も10年後も売れますね、この商品。<laughs> <う>まあほとんどの人は、まあ今日稼いで今日の労働時間を月末の給料に変えてるんですけど、まあ僕はなんだろうな。 まあテクノロジーを使ってるので、一回その働いてしまえば、それをまた働かせる。自分が働かないけども、その動画というコンテンツで働かせることができて、24時間、うん、休みなく働かせることができます。ちょっとね、もう喉も結構喋ったからあれだな。はい。結構きついっすね、今日は。いやー、疲れた。まあでも3時間ですから。 まあでももうね、僕サラリーマンに戻れないですね。この生活しちゃうと。まあ仕事終わりですよ。あ、まあちょっとブログ書いてねえな。まあブログもまあブログ10分ぐらいで書けるんで、別にいいんですけど。ね、この久保さんとやりとりももう趣味なんで、別にいいんですけど。うん。まあ仕事はもう終わりですね。はい。 仕事は終わり。行ってらっしゃい。